プレーボーイモーターカーコーポレーションは1946年から1951年まで活動した米国ニューヨーク州バッファローの自動車メーカー。1946年プロトタイプを製作。1947年から製作販売したが会社は1951年に倒産した。第二次世界大戦への米国の参戦により1942年に 米国での自動車製造は中止され、自動車業界は軍需品を生産した。1945年に民需用の自動車の生産を再開した時点で、新車の需要は大いに高まっていた。既存の自動車会社は、新型車を一から設計して即座に発売する余裕はなく、当座はすぐ生産再開できた1942年モデルを、 外見だけ化粧直しすることでこの需要に対応した。この売り手市場に正規を見て新たに自動車会社を起業する者がいくつか生じた。新規参入組で最も成功したのはカイザーイコールフレーザーだったが、大資本であった同社でさえも乗用車から1955年に撤退した。その他の新規参入組にはタッカー、ボビーカー、デイビスなどがあったが、 どれも長続きはしなかった。プレイボーイも、その一社だった。プレイボーイコンバーチブルノーマン・リチャードソンが、第二次世界大戦後、ブルンの工場を買い上げパッカードのディーラーをしていた、ルイス・ホロイツ、ポンティアックのエンジニアだったチャールズ・ディ・トーマスと共に、ミジェットモーターカーカンパニーを設立した。社名はすぐに変更され、プレイボーイモーターカーコーポレーションとなった。エンブレムは、 シルクハットにステッキと手袋をあしらった図柄の周囲にプレイボーイモーターカー CO バファロー NY の文字がある。当初は宣伝の効果は大きくニュースや自動車メディアが取り上げ戦後間もない GHQ 占領下の日本でもメディアが紹介した。経営はフランチャイズディーラーの売り上げ及びディーラーへのディーラー在庫としての売り上げだった。同様の販売手法でタッカーは SEC により、不正取引の疑い調査がなされている。プレイボーイには SEC の調査が行われなかったが、販売不振で1951年に会社を終了した。販売された車は1車種のみ97台であった。プレイボーイモーターカーの企業活動期間は短かった。ため販売した車は1車種のみで、社名もプレイボーイである。主要なコンポーネントは、 社外メーカーの既存パーツを使用した。この点は、宣伝にも用いられ、標準的なパーツが使用されているので、サービスに勝ることをアピールしていた。ステーションワゴンも計画されていたが実現しなかった。資産は一度中国系企業へ転売され、ついでコネチカットの事業家、アルビントランブルの下で1952年に、プレストンタッカーを招いて再興しようとしたが、果たさなかった。 アルビントランブルにより残ったボディオパネルも1959年には廃棄され、在庫も最終的に1965年にコレクターに売却されてすべてが終了した。米国のプレイボーイ氏の使命は共同設立者の一人、エルドン・セラーズの母親がプレイボーイモーターカーで働いていたことに由来している。ありがとうございます。